高齢化が進む日本はこれからどうなるのか。作家、ジャーナリストの河井雅史さんは、国民の安心安全は大きく揺らぐだろう。勤労世代の減少により、警察や自衛隊を含む公務員の不足や食料難まで考えられる、という。本校は、河井雅史、世界100年カレンダー少子高齢化する地球でこれから起きること、朝日新書の一部を再編集したものです。日本は、人類の高齢化の先行事例、人類の高齢化にはお手本となり得る先行事例がある。それは、他ならぬ日本のことである。ワシントン大学の研究チームは、100年までに017年期で半数未満となるのが過酷、5から 50% 減少が見込まれるところが過酷と予測しているが、その中でも日本の人口の減り方は凄まじい。0年の1億6万7千人、国勢調査からハイペースで減っていく。国立社会保障人口問題研究所の日本の将来推計人口017年を改めて紹介しておくと、5年に99万人となって1億人を下回る。065年には0年と比べて割減の8807万7千人、100年には同 5.7% 減の5971万8千人、115年には5055万5千人にまで落ち込む。高齢化率についても突出している。065年に 8% となって以降、115年に至るまで総人口が減ってもほぼ変動せずに移行するのだ。国連の推計では世界全体の高齢化率は100年になっても 6% だから、0年の日本の高齢化率 8.8% にすら達しないが、100年にはアルバニアは 5.9%、 プエルトリコ、%、韓国 8% をはじめ 0% 以上となる国は世界中に広がる。日本で今起こっていることは、やがて世界の多くの国が抱える悩みになるということだ。言い換えるなら、時間を置いて各国で順番に始まっていく。各国は日本に学べば、自国の未来をかなりの高確率で占えるのである。社会保障制度の悩みは、財源確保だけではない先に、少子高齢化の影響は、社会保障制度にいち早く現れると述べた。勤労世代が少なくなって税収が減る一方で、高齢者向けのサービスを充実させなければならず、政府の支出が増大するためだ。だが、日本の抱える社会保障制度の悩みは、もはや財源確保策だけにとどまらない。今では提供体制の課題の方が深刻になっている。高齢者の増大は患者数を増やすだけでなく、疾病構造の変化をもたらすためだ。救急医療の充実だけでなく、慢性期疾患に対応できる医薬品の開発や病院や医療、介護スタッフの体制整備をしなければならなくなる。高齢医師の引退や、によっては人口減少に伴う患者不足で、医療機関の経営が見通せなくなっているケースも出始めている。